シャトー・オーブリオンは、ボルドーワインのシャトーで、1855年のボルドーワインの格付けでは、第1級に位置づけられたが、これは、メドック外の土地が含まれる辞書としては、唯一の取得である。シャトー・オーブリオンは、ボルドー近くのペサックにある、グラーブ地区に位置し、奥ペサックレオニャンに入る。1級ワインに加え、オーブリオンは、赤のセカンドワインも生産しており、 2007年のヴィンテージからは名称を、シャトーバーンズ・オーブリオン・シャトー・ベダーソンズ・オーブライオンから、ル・クラランス・ド・オーブリオンで、クラレンス・ドオーブライオンに変更した。またシャトー・オーブリオン・ブランという名の辛口の白ワインも生産しており、限定生産のセカンドラインは、辛口の白で、レ・プランティエール・デ・オーブリオン・レ・プランティアーズ・ジュオ、ブライオンという。 このワイン農園を要するドメーヌクラレンス・ディオンドメーヌ、クラレンス・ディロンはまた2003年より、クラレンドル、クラレンデルと名付けられた、ボルドーブランドのワインを発売している。ブドウは、ローマ時代からこの辞書で生えていたと思われるが、土地の一角を耕したという文書記録は、最も古くて1423年のものとなる。辞書は1509年、ジャンド・セギュール寺院でセガーによって購入され、 1525年、海軍大将、フィリッパ・ド・シャボー・フィリッペ・デ・シャボーの所有になった。1525年4月、ジャン・ド・ポンタックは、ジャンヌ・ド・ベロンと結婚する。ジャンヌは、オーブリオン領主のリブルヌ市長の娘であり、持参金として、辞書をジャンにもたらした。1533年には、オーブリオンの邸宅を購入し、1549年に、シャトーの建設が始まる。 1649年、アルノー三世ド・ポンタック教がオーブリオンの所有者となり、ワインの人気が本格的になった。オーブリオンのワインについての最初の記録は、イングランドをチャールズ2世のワインセラーの元帳で見つかる。1660年から1661年の間に、ホーブリオンのワイン169本が王の宮廷に収められたのである。 サミュエル・ピープスが日記に記したところによれば、1663年4月10日、ロイヤル・オークの居酒屋でワインを試飲し、ホブ・ライアンと呼ばれるフランスワインを飲んだが、未だ味わったことのない美味しいワインだったという。1666年、ロンドン大化の後、息子のフランソワ・オーギュストがロンドンに、ポンタックの看板エーる、アンセニアでポンタックという名の居酒屋を開いた。 この居酒屋はアンドレ・サイモンによればロンドンで最初に流行した飲食店であった。ジョナサンス・スウィーフトがワインオービンにつき7シリングと書いている。17世紀の終わりまでに辞書の広さは264ヘクタールに達し、そのうち約38ヘクタールがブドウ畑であった。ワインはしばしばポンタックの名で売り出された。ポンタック家は多くのワイン農園を所有し、 この名前を使用することもできたため、オーブリオンのワインがいつ作られるようになったかは、不明である。ポンタック・ポンタックは、しばしば、ポンタックとも綴られ、ブランクホールにあるポンタック家所有の、白ワインを産出する別の辞書もまた、この名前で売り出された。イギリスの哲学者、ジョン・ロックは、1677年に、ボルドーを訪れ、オーブリオンの話を残している。ポン、タックのワインは、 イギリスで尊重されているが、再西に向かって開けた、小高い丘の上で作られている。辞書は純粋な白い砂で、少量の砂利が混じっている。ワンウッドイマギニットスケスフィットツーベアレエニシング。ワインの価格が高まりつつある理由については、金持ちのイギリス人が、金に止めをつけないで注文するおかげだと書いている。ドイツの哲学者ヘイゲリもまた、ポンタックのワインに魅せられていたが、 彼の注文は、サンティステフの他のポンタックワインのものが知られて、いるのみである。フランソワ・オーギュスト・ド・ポンタックの死により、婚姻で義理の老いとなったフランソワ・ジョゼフ・ド・フュメルが、オーブリオンの3分の2を、3分の1を、ラトレーヌの両種ルイアルのお伯爵が相続する。フュメル一族はまた一時期、シャトー・マルゴーも所有していた。1 7 8七年、中仏大使だったトーマス・ジェファーソンが、 ボルドーを訪問する5月25日、彼は、オーブリオンを訪れ、そのテロワールについて、オーブリオンの土については、かなり詳しく調べた。砂に、丸い石や小さな石、あるいはメドックにふさわしいロームがごく少量を混ざっている。彼の記録で、オーブリオンは、第9ワインの産地4つの間に位置づけられている。3、オーブリオン、3分の2は、 ドフュメル伯爵の所有であり、バルトンと呼ばれる商人に、その収穫を売り渡した。残り3分の1は、トゥールーズ伯爵のものであり、合わせるとシャトーは75バレルを算出することになる。オーブリオンは、第一級ワインの中では、初めて公式に、アメリカ合衆国に輸入されたワインとなった。ジェファーソンは、この旅で、オーブリオンを6ケース購入し、 バージニア州の自分の屋敷に送らせたのである。フランス革命の結果、1794年7月、ジョゼフ・ド・フュメルはギロチンにかけられ、彼の資産は分割された。その死後、ド・フュメルの相続人は、ジョゼフの斜面上と没収された資産の保証を入手したが、彼らはフランスを去った。1801年、オーブリオンは、ベネベント公爵でもあったタレーランに売却され、 彼は3年間オーブリオンを所有していた。1804年から1836年はオーブリオンの停滞期となり、所有者が次々と変わっていき、最後に競売にかけられたオーブリオンをジョゼフ・ジェーヌ・ラリューが購入する。1841年にはシェヌフをカトラン公爵から購入して、1694年のフランソワ・オーギュスト・ド・ポンタックの新依頼バラバラに、 なっていた辞書を元のように一つにまとめた。ラルーケは1923年までオーブリオンの所有者であった。パリ万国博覧会開催に再試行われた1855年のボルドーワインの格付けで、シャトーオーブリオンは第1級に位置付けられ、他の3本がメドックスさんであった中、唯一のグラーブさん、第1級ワインとなった。19世紀、オーブリオンの価格は、 他のどのボルドーワインよりも常に高価であった。困難な時期が続いて、どの所有者も不成功に終わった後、1935年5月13日、アメリカの銀行家、クラレンス・ディロンが、シャトー・オブリオンを230万フランで購入する。この獲得にまつわって、審議のはっきりしない逸話がいくつかで回り、ディロンは、シャトー・シュバル・ブラン、シャトー・オーゾンヌや、 シャトーマルゴーの大部分をも購入しようとしていると思われていた。しかし彼は雨や寒い日に出かけることを好んだわけではなく、ボルドーや乗馬施設への交通の美の良さでオーブリオンを選んだという。ディロンは車から降りようともしなかったという逸話も存在する。ディロンは老いのセーモアウェラーを侵害者、ソサイエティビニコールドラジロンドソシエティビニコルデラギロンデの社長に据える。 彼は50年間この仕事を務めた。ウェラーは庭園を整備し直し、ワイン像を清掃し、新しい醸造装置と電気を導入した。彼は、ジョルジュ・デルマスを、オーブリオンの支配人兼責任者として1921年から、雇用、ジョルジュは、シャトーコスデストゥルネルの農場責任者も務めた。オーブリオンは、最初に、 古いデキャンターの型を模したその特徴的なボトルを1958年のヴィンテージから使用し始めた。ジョルジュ・デルマスは1961年に引退、オーブリオンで生まれ育った息子のジャンベルナール・デルマスが後を引き継ぎ、いくつもの革新に取り組んだ。1960年代、オーブリオンは大きな生産所としては初めて新しくステンレスコーの発酵タンクを導入した。 1972年には INRA と農業省の協力を得て分子栽培のクローン選別の研究に取り組み始めた。たった一種類のクローンからでは素晴らしいワインは生まれないと主張してジャンベルナールデルマスは優れたクローンがたくさんいるそして我々はそれぞれの木がどこに植わっているかを知っていると述べた。オーブリオンではヘクタールごとに10から15の子となった 選別のクローンが植わっていたにもかかわらずである。1975年、83歳で、セイム・アウェラーは社長を引退した。彼のいとこの娘で、クラランス・ディロンの孫娘、ルクセンブルク大公国大公使、シャルル・ド・リュクサンブールヒ、後のムシー公爵夫人、ジョアン・ディロンがその攻めを継いだ。1976年には、歴史的なワインの品評会、パリの審判で、 フランスやカリフォルニアの赤ワインの中から、オーブリオンの1970年のヴィンテージが、第4位に位置づけられた。オーブリオンとシャトー・ラ・ミッション・オーブリオン・シャトー、ラ・ミッション・オーブライオンとは、数年にわたって激しい競争関係にあり、1970年代から1980年代初期に、そのピークを迎えたが、ドメーヌ・クラランス・ディロンが1983年にラ・ミッションを購入することで、 その競争も終了している。2007年のヴィンテージ以降、ディロン家が所有権を得て75周年になるのを記念し、新しくセカンドワインがラ・クラランス・ド・オブリオンで、クラレンス・デ・オブライオンの名で発売されている。シャトー・バーン・オーブリオン・シャトー・ベダーソンズ・オブライオンの名は、ヴィンテージの表示なしで販売された期間、少なくとも一世紀にわたって使われていた。 支配人のジャンベルナール・デルマスは2003年に引退し、彼の息子のジャン・フィリップ・デルマスが後を継いだ。ルクセンブルク対抗国公使、ロベールド・リュクサンブールは18歳からオーブリオンの取締役を務め、2008年にはドメーヌ・クラランス・ディロンの副社長となった。社頭王、ブリオン社頭オーブリオンでは48.35ヘクタールに赤ブドウ種が植わっており、 45.4%はメルロー種、43.9%がカベルネ装備ニオン種、9.7%がカベルネフラン種、1%がプチベルド種である。また2.87ヘクタールには白ブドウ種が植わっており、52.6%がセミヨン種、47.4%が装備ニオンブラン種である。ブドウ畑は小高い丘の上、 ボルドーの標準を27メートルほど上回った場所にある。土はガンジアン・グンジアンの砂利からなり、いくつかの区画では粘土の岩有率も高い。ブドウ畑のすべては、トー自体の近隣に集まっており、その一辺は大通りに面している。次期に、最適な大木と刺し穂の選択は、砂糖オーブリオンでは重要な作業とされている。この方法は、 ジャンベルナール・デルマスによって考案され、ブドウ畑の植物材料の品質維持に大きな効果があった。長期的戦略としては、若い実の間引きではなく好ましくバランスの良い苗木を確保することで産出口を下げてきた。ブドウの平均年齢はおよそ35年、最も古い区画では1930年代、1ヘクタールにつき平均8000本の密度でブドウが植えられている。 収穫は手で行われ、区画ごとに同じ作業グループが取り扱って、チームが個々のブドウを熟知できるようにしている。白ブドウの収穫は、ボルドー市に隣接して暖かい気候の中、早期に熟し、ごく早期に収穫される。白ブドウは限界まで待ってから積まれ、選別の後棒全体が圧作される。人の手に触れることなく、多くの樽の中、 出が酵母の働きにより発酵が始まる。赤ぶどうの場合は、農場で選別した後、茎を取り去って砕き、特別な二重タンクに移される。タンクの上部では、アルコール発酵が、底部では、マロラクティック発酵が始まる。この際、重力によってワインは循環している。以前は、熟成期間は18ヶ月、100%が、新しい多くの樽の中で行われた。 現在は35%が新しい樽に入れ替わり、セカンドワインのラクラランスにするワインは25%が新しい多くの樽で熟成される。白ワインは40から45%が新しい多くの樽で10から12ヶ月間熟成される。シャトーオーブリオンは専用の損作成場を所持している。年間生産工は赤の グランバンシャトーオーブリオン・ルージュが1万から1万4000ケース、白のシャトーオーブリオン・ブランが650から850ケースに及ぶ。セカンドワインのラクラランスド・オービロン・トレ・プランティエル・デュ・オービロンの生産については、選別のプロセスが、ヴィンテージの品質と密接に関連づいており、生産口にはかなりばらつきがあるものの、ラクラランスド・オービロンの平均年間生産校は、 およそ5000ケースとなる。さらに生産が制限されるレプランティエールディオービロンは、ほとんどフランスのレストランが独占している状態である。ドメーヌ・クラランス・ディロンは2003年から、ボルドーブランドの手頃な価格のワイン、クラレンドルを生産している。これを、普及ワインと名付け、ジャンシス・ロビンソンが指摘したように、シャトー・ムートン・ロートシルトが生産するムートン・カデと、品揃えを、 同じくし、残念なことに、イロンレールに近く、1リットルにつき 59p で、我々の何人かの記憶に残る、20世紀後期のブランドとなる。ブランドの取り揃えは、クラレンドルボルドー・ルージュ、クラレンドルボルドー・ブラン、クラレンドルボルドー・ロゼ、クラレンドル,ルド・ンドルモンバジャック、寄付となる。ありがとうございます。